客さんの笑顔のために誰にでも愛される中華を探求し続ける広島四川飯店料理長大康則さんの登場です。ということで大さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ今週のテーマは今から美味しいゴロゴロ根菜レシピということで、今日はレンコン団子のおろしスープをご紹介いただきます。このレンコン実はですね、あのフードフェスティバル、はい、毎年恒例なんですけれども、アナウンス部で、まあ、10時間ぐらい飲む飲み会があるんですけど、10時間そうなんです。そこで辛子レンコン食べたんですよ、うんうん、すごい盛り上がりました。あ、じゃあちょうどいいですね、その続きでね、うん、何が言いたいかと言いますと、私はレンコン大好きですと、うん、いうわけで、あ、よかったですよろしくお願いします、はい、お願いします。ではクッキングスタートです。はい、まずレンコンですけども、はい、皮を剥いて準備してあります、はいはい、こちらを切っていきます、はい、まあ、50g 程度の量をまず粗みじんに切ってやります、うん、この音がねシャキシャキといいですよね、食感がいいんですよねレンコンは、はい、粗みじん切りしていくと、はい、まあ、中が空洞になっているので、切りやすいですよね、軽く入るの で、ね、はい、このような感じで切ってやります。はい、はい、300g ですね、はい、でさらにレンコンをすりおろしていきます、はい、はい、はい、これを、はい、よいしょ、おろし金ですりおろします、はい、で今日たくさんレンコン使うんでちょっとお願いしてもいいですか、うん、はい、はい、私もお手伝いを、はい、お願いします。任せてください。よいしょ、結構硬いんですね。え、もっといくはずですよ、もっと。え、あ、そう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 。かなり踏ん張らなきゃ。よいしょよいしょ。はい。そんなに軽くでいい。マザーになります。はい。はい。レンコンはこうすりおろして肉に混ぜることで柔らかい団子に仕上がります。はい、であと最初に粗みじんを切りましたけど、はい、それが入ることで食感のいい肉団子になります。なるほど。はい、すりおろすことがポイントなんですね、はい、確かにふわっとしてる感じがありますもんね。そうですね、はい、でちょっと僕、団子作っていくんで、はい、任しといていいですか、そっちそのまま。わかりました、任せください、はい、よいしょ、じゃあ続きをお願いします、はいはい、で今日は鶏ミンチで団子を作っていきます。はい、ボウルに入ってますので、ここへ下味を入れていきます。はい、鶏ミンチ 100g。はい、でお酒が入ります。はい、お酒小さじ2。はい、で塩です。お塩が1つまみ。はい、で醤油です。はい、醤油小さじ1と胡椒ですね。はい、はい、入ります。ボウルの中に入りました。はい、でさらに卵白を1個分加えてあります。はい。はい、でおろし生姜を小さじ1弱入れます。はい、ここまで入れたらこれをしっかりと煮てやります、はい、しっかりと練り込んでいく感じですか、はい、じゃあ疲れますね、疲れますね、うん、もうちょっとですね、もうちょっとですね、あ、まだいっぱい残ってますねこれもうちょっとじゃないですねおかしいな、頑張って働いてるはずなんだけどな、よいしょ、あ、でも混ぜると結構なんかとろみが出てきて、こう馴染んでいきますよね、で粘りが出てきます。すいませんね、隣で、大丈夫です、よいしょ、はい、でここでしっかりと混ぜ合わせたら、はい、ここに今おろしてもらったレンコン、はい、ちょっと刈りますね、はい、はい、入れます、はい、あ、中に混ぜるんですね、はい、はい、続きお願いします、はい、頑張ります、はい、頑張ります。で、粗みじんのレンコン、はい、これも入れてやります。このすりおろしたのと粗みじんとを混ぜ合わせるのが、はい、そうですね、両方入りますね、食感が変わるからいいですよね、はい、ですりおろしたレンコンが入ることで、はい、団子もこうふわっと柔らかい団子になります、はい、で全体に混ざったらこれ片栗粉を入れてさらに混ぜ込みます。片栗粉 10g ボウルの中に入りました、はい、よいしょ、結構ちっちゃくなってきました、レンコンが。あ、ちっちゃくなりましたね。あ、じゃあちょっと僕の残ったやつも。あ、あら、まだありましたか。ちょっとお願いしていいですか。なるほど。はい。なるほど。もう一個頑張ります。はい。明日筋肉痛になってるかも。なりますよね。無理しない程度でやっぱりお願いします。はい。はい。
はい、じゃあこれじゃ鶏のミンチを団子状にしながら鍋に入れていきます。はい、はい、ここで鶏ガラスープが沸いています。鶏ガラスープの中に入れていくと、はい、お団子状にしてスープに入れておきます。お団子にしていくんですね。わー、スムーズ。なんかこう手から生まれてるみたいな感じですね。そうですね、肉団子が。そうそう、親指と人差し指の間から出たのをスプーンですくってやる。かわいい。上手というもんじゃないな。すごい綺麗ですね。はい、中根さん、そろそろ疲れてきてますよね。そうですね、でももう結構終わりましたよ。結構終わりました。じゃあちょっとこっちの方もやってみますか、団子を作るのも、はい、よし。はい、じゃあこっちをお願いします。はい、スプーン2本でいってみましょうか。はい、スプーンで、はい、鶏団子よいしょ。どうやるんだっけ、これ難しいんですよね。なかなか丸くならないんですよね。こうやった方が早いんじゃないかっていうこんな感じですか。はい、はい、よいしょ。回が多いのかな。よよよ、大丈夫ですかね。まとまってれば大丈夫ですよね。そうそう、丸くなってれば大丈夫です。 OK です。じゃあ大丈夫なはず。あ、どうだっけ、これやってて意味あるんですかね。もう一個いきましょうか。もう一個、うん、よ、何の作業なのか分からなくなってくる。よいしょ、はい、はい、いいですね。いいです取れますか。最後じゃあ取りましょうか。じゃあ、はい、取ります。よいしょ。ちょっと言い訳をすると、うん、レンコンをすって手が震えてます。です。手が疲れ切ってますよね。そうですね。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあこのまんま、肉団子に火を通していきます。はい、で沸いているのでここにですね、さらに材料を入れていきます。はい、はい、春雨水につけて戻してあります。はい、15g、はい、してなめこ、はい、これを入れてあります。うん、なめこスープに入るとつるんとしてていいんですよね。そうですね、大好きです。はい、はい、じゃあこのまま火にかけて肉団子に火を通していきます。はい、はい、じゃあ他の野菜に行きますね。はい、はい、まず白菜です。はい、白菜は葉っぱの部分と芯の部分で分けてやります。で葉っぱの方はこのままザクザクと食べやすい大きさに切ります。ね、お鍋のシーズンとかになるとこの白菜がね、美味しいんですよね。めっちゃいいですよね。はい、切ったらもう鍋にこのまま入れちゃいますね。はい、はい、で芯の部分はちょっと厚みがあるので包丁で削ぎながら斜めに、はい、新しい技です。新しくはないんですけど、私の中で斜めに切ると火が通りやすいじゃないですか。じゃあ1個新しいの覚えましたね。覚えました。まあ、できるかどうかは別ですけど、はい、はい、じゃあこれもスープに入れます。はい、で続いてチンゲン菜入れます。チンゲン菜、はい、チンゲン菜も食感が好きです。茹でてもシャキシャキしてる、はい、そうですね、はい、はい、でチンゲン菜葉っぱの方はちょっと薄いのでこれすぐ火が通るのでちょっと避けておきます。後で入れます。はい、はい、で茎の方をこちらも食べやすい一口大の大きさに切っていきます。うん、これ一個一個裂かないでいいんですね。このまんま裂くと中心にこう芯が残るじゃないですか。このように切ると芯も残さずに全部使えるので。なるほど、はい、このように切ってこれもスープに入れます。丸ごと食べられるんですね。はい、はい、さらに人参です。はい、人参も薄切りにしていきます。うん、まあ、野菜はまあキャベツとか椎茸とか、うん、なんだろう、もやしとか何でも、はい、いいと思います。野菜たっぷり取れるのいいですよね。はい、そうですね、はい、このように薄切りにしてこれもスープにいっちゃいます。はい、あ、はい、なんか一気に彩りが加わりましたね。よくなりましたよね。はい、はい、でちょっと鮮やか、はい、で肉団子こう浮いてきてるじゃないですか。はい、浮いてきててすぐにまた触ったら跳ね返ってくる。ほうほうほう、そこまでなると火が通ってますので返ってくる感じですね。そうですね、はい、じゃあもう少し火を通した方がいいかなぐらいなので、うん、ここで味を入れていきます。はい、はい、味付けを、はい、まずお酒です。今鶏ガラスープだけですよね。はい、はい、お酒が大さじ2。はい、で塩です。お塩小さじ1。
はい、で胡椒です、はい、胡椒少々、はい、結構味シンプルですよね。そんなに多くは入れすぎず、そうですね、で沸かして火を通していきます、うん、でも野菜からも味が出るんですかね。野菜からも味が出ますし、うん、肉団子からもこう味が出てくるので、もう味付け自体はシンプルでいいと思います、うん、はい、でも全体沸いてきて火が通ってきているので、はい、ちょっとここで味を見ておきます。あ、美味しそう。はい、お願いします。これ潜水さんだったら具入れないと怒られるんですよ、味見の時に。なるほど、大丈夫です、そこまでは欲張りません。大丈夫ですね、はい、じゃあいきます。あ、優しい、美味しい。あ、なんかちょっとこう塩気、うん、ちょっと濃いですか。そう、若干濃いめになってるんですよね。今まあお酒、塩、胡椒だけですけど、この後最後にすりおろしてもらったレンコンを混ぜ込むので、はい、ここで少し濃いかなぐらいで。あ、ちょっと濃いぐらいがちょうどいいんですか、はい、なるほど。ちょっと濃いぐらいですか。ちょっと濃いぐらい、じゃあ大丈夫ですね、はい、はいはい、じゃあここに残した、レンコン、すりおろしたのを入れます、はい、レンコン、はい、頑張ってすりました。頑張りましたよね。頑張りました、ありがとうございます。はい、褒めて伸びるタイプです。あ、じゃあいっぱい褒めますね。ありがとうございます。はい、じゃあ入れて混ぜ込みます、はい、あ、なんか一気にとろみが出てきたような、ね、こうとろみみたいに見えますよね、はい、でやっぱり冷めにくくなるのでいいと思いますね。なるほど。でレンコンもやっぱ大きさバラバラなので、もう余らせたくなかったら全部すりおろして入れちゃえばいいと思います。そっか、無駄なく、はい、で最後にチンゲン菜を、葉っぱの方ですね、これを入れてやります。葉っぱはすぐに火が通りますので、うんうん、もう最後の最後で混ぜ込んでやります。はい、はい、いいですね、なんかこのコトコトとね。そうですよね、うん、出来上がりを待つのも楽しいんですよね。分けば出来上がりですからね。はい、おいしそう。口の方から沸いてきてますね、はい、で肉団子もこう浮いてきてるので、もう火が通ってますので、はい、はい、これで盛り付けます、はい、はい、もう見た目から優しい、ヘルシー、彩りもいいですよね。うん、ね、なんか最近ちょっと寒くなってきましたからね。そうですね、ちょうどいいですね、うん、よいしょ、はい、これで出来上がりです。はい、完成です。レンコン団子のおろしスープです。調理時間20分でした。レンコンは粗みじん切りにしたものとすりおろしたもの2種類で用意しました。すりおろしたレンコンを加えることで鶏団子がふわっと柔らかく仕上がります。また粗みじん切りのレンコンを加えることで団子の食感がアクセントになるんですよ。レンコンのすりおろしは全部団子に加えず、スープの仕上げにも少し加えて飲み口の優しいスープに仕上がります。レンコンの良さを存分に味わえるスープとなっています。寒くなってきているのでぜひ作って温まってください。もう見るからに温まりそうですね。ね、いただきます、はい、途中で中根さんがレンコンおろし疲れしてるのが面白かったです、うん、あれ結構大変なんですね。そこだけ誰かにやらせたい、私が作るときは。うん、あ、これレンコン団子最高ですね。ふわふわですか。ふわふわで、あのおろしたレンコンとあのゴロゴロのレンコンと、はい、両方味わえて、なんか粗みじん切りの良さが分かりました。シャキシャキを感じますよね、はい、中に。あと白菜を斜めっていうのは新しい技新技です。大さんが新しくはないですっていう、こちらお名前なんですが、中根さん、レンコンのすりおろしの団子作り頑張りましたね。新しい中根さんの姿が見られてなんだかファンになりました。ああ嬉しい、新しい姿イコールいろんなことがバレてしまったあ、まずいのかなすいません、こんなやつです。でもこれ本当おすすめです、すごい美味しいです。レンコン団子のおろしスープということで、うんうん、明日は精進料理の吉村さんで里芋の精進ポタージュを教えていただきます。大さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。